じゃあせーので皆さんこんにちは、ジオマ家族ですって言うよ。わかんない、いいんじゃない、とりあえずせーな、みなさんこんにちは、藤山家族です。せーな、藤山家族のトーくん。はい、トーくん。あー、藤山さん、はい、なれそめ。そうか。ああ。え、いやでしょ。なんで俺が答えた。ああ、くるっと。いや、くるっとじゃ。アクシデント。どう思ってたんだろう。知らねえよ。聞くな。あ、しないでしないで。ああ。ね。大丈夫です。どうも思ってませんでした。いやー。フリー。で。おい。夫婦喧嘩。これ大丈夫、成り立ってる、持たないっていうか。あ、だからもうちょっと一回やめる。もうそうだね、一回やめよう、一回やめよう。藤山家族。はい、すいません、すいません気を取り直して、ちょっと子供たちがいない状態で撮ってます。撮り直してます。はい、もう一回最初からすいませんしますね。まずお二人はおいくつですかってことで質問いただいたので、29歳です。はい、29歳と29歳です。夫婦の馴れ初め、すごいめっちゃ質問いただいてたのでお答えしましょうか。小学校からの幼馴染で、高校は別々で、成人式で改めて知り合ってっていう感じかな。うん、うん、そう。はい、じゃ次いきます。付き合ってどれぐらいで結婚しましたかってことなんですけど、付き合って2年かな、2年ぐらいで結婚しましたかね。うん、次ね、結婚の決め手は何ですか、お父さんから。決め手、うん、決め手は一緒にいたかったからじゃないのかな。へえ。感覚、本当それに近い気がしますね。なんかよくあるフィーリング、なんかもう自然と、あ、もう結婚だねみたいな感じだよね。あまり決めてとかはなんか考えたことない、ね、考えたことなかったかもしれない。ね、夫婦喧嘩はしますか。しないことなんてない。うん、もうその流れで、喧嘩した時の仲直りの方法を教えてください。でも割となんか子供がいるから仲直りしなきゃってなって仲直りする。うん、ちょっと多いかもしれない、それは。子供たちのために落ち着かせて、落ち着かないけどね。もうずっと。まあそこはね、こうだん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  ね。目がちょっとね、スンってなってる時あるから、ね。あるあるある。その流れでなんかあったんだよね。一枚見てる。やばいやばいやばい。いっぱいあるんですよ。トントン行こう、トントン。やっぱりいっぱいある。トン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 。はい、すいません。はい、これね、お友達から来てたんですよ、質問が。うん、中学生の時、旦那さんのことどう思ってたっていう。じゃあ、私から言っていい？うん、クマがひどいおデブちゃん。ただの不健康やで。体調不良デブやで。なめちゃめちゃ鼻毛出てる。おい急に出てきた。すごい、ここ、C。やめて。繋がるとこだった。ねえ、もういいけど。出てるのよ。しばらくお待ちください。で、今、はい、すいません。いや、カットしない、ここカットだよ、鼻毛だけに。うまい、カットね。うまいうまいうまい。来て来て、シールもらったの。どう思ってた。イメージね、静かでこうふざけたなんか見た目じゃなかった。そうだね、静かだったかもしれない。陰キャかなと思ってた。あ、めちゃめちゃ陰キャでしたね。そしたら家では陽キャだった。うん、家ではもうパリピープだった、ね、パリピープ。いつの時代。あ、そう、古い古い。あ、でも私も今のでもうバレるね。うん、いや、バレてるね、もう29言うて。学生の頃のママとパパを見せてください。せーの、ドン。
こんな感じでーす。お互いの好きなところ教えてください。好きなところ、うん、好きなところ。好きなところ、うん、好きなところ全部全部、うん、そんな言っちゃっていいの、うん、お母さんは、うん、お母さんは全部はい、お二人は生まれも育ちも鹿児島ですか？ってそうです。はい、生まれも育ちも鹿児島です。夫婦仲のいい秘訣を教えてください。仲のいい秘訣、うん、よく喋ること、うん、よく会話をすることですね。旦那さんはスマホを触って子供の面倒を見ないときはありますか？基本的にあまりスマホを触らないよね。逆に私が怒られる、触りすぎて。兄弟喧嘩はしますかって。あんま喧嘩っていうことの喧嘩はまだしてないですね。今から多分激しくなってくるのかなと思います。トー君とアオ君、名前の由来を教えてください。由来はないんです。そう、由来っていうよりか画数で、画数のその、はい、決めてます。子供に対してイライラした時どう対処してる、どう対処してる、うん、もうその場ではわーっとは言えないよね、うん、言えないし、うわーって言ったら逆にイライラしちゃうから、うん、もう、ね、お風呂場とかブルーッって感じ、たまにマジかよ。風呂の中とかでブルーッってしてんの。シャワー浴びながらブルーッって。そうなんだ。向きになっても仕方ないなっていう。すごい。何私はイライラした時どう対処してるっていうのはよく聞くのは、こっちはなんでなんでじゃんはっって言う時あるよね。和田アキ子なのって思った時があるね。なんかなんかとりあえず最後らへんゴミに声を出す。応援なんかなんかってそう、なんとかしないとダメでしょはっって言う。最後何って思う。自分のやばさに笑けてる。吠えるじゃん。吠える対処法、吠える。子供のイヤイヤ期の乗り越え方、なんか今のところ遠くもそんなにイヤイヤがひどい時期があまりなくて、自分が子供時代だった頃をふと思い浮かべるんですよね。あ、確かに自分も子供の時これ嫌だったなとか、あれ嫌だったなって思った時に、なんかあ、まあ嫌か、確かになって納得しちゃいますね。私は遠くにも質問が来てたよ。遠くに質問です。青くんの好きなところ教えてください。カレー。わお、だそうです。子供たちは鹿児島弁ですか？だってめちゃめちゃバリバリの鹿児島弁ですね。さあ、俺が喋ってるから、うん。特に質問です。特に好きな子はいますか？いるの？お、一人。誰？誰が好きなの？お母さん。お母さん。誕生日いつですか？だって。誕生日ね。10月。お、10月。10月何日？7時。7時。トウくん、長男のトウくんは10月20日生まれですね。もうちょっとだね。もうちょっとで4歳になります。お母さんは1月13です。はい、お母さんは6月14日生まれです。あおくんは6月の16日生まれ。お母さんと2日違いです。トウくんとあおくん、好きなキャラクターはありますか？だって。トウくん好きなキャラクターは、青くんキャラクターなんだ。そうと、いっぱいあるでしょ。あるじゃん、戦隊ものとか、あとマリオとかさ、そのキャラクター。何が好き？クッパ。クッパが好きなの。青くんはキャラクターっていうか、すごいハマってるのは隣のトトロとモンスターズインクかな。バカバカや。青くんがガンを飛ばすのはなぜですか？だって。ガン飛ばすのなんだろうね。お腹の中でなんかしたかな。でも始めたきっかけは俺はもう分からない。いや、全く分かんない。いきなりしだして、何今の顔って言って、
ちなんかキャッキャキャッキャ自分たちが笑うようになったら、あ、これ面白いんだって多分自分が気づいてやり始めた、ね、やり始めたよね。なんでこんな山の中に家を建てようと思ったんですかっていう、あ、そうそう、そんな質問が来てて、自分たち二世帯住宅なんですねって、あの土地が空いてるからここ隣に家を建てないかって話が来て、じゃあ建てましょうなったのね。それがたまたまこの山の中だったっていう話。自分らもそんな田舎は嫌いじゃないから、うん、あ、そうで、またなんか ルームツアーしてくださいみたいなあのメッセージもいただいてたので、あの、まあ、それも動画にね、泳いできたらいいなと思ってます。藤山家族、いろいろ質問くれて、うん、びっくりしたね。答えられてるかなって感じ、うん、ね、だから本当になんかよくわかんない回答もあるかもしれないんですが、温かい目で見守ってください。はい、はい、そんな感じでした。お母さんこれやめて、いただきます。えっと、そんな食べる、そんな感じでした。てん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 、こんな感じで藤山家族の質問コーナーを終わります。あ、了解。終わります。いいそうでも